アラーウッディーン・ハルジー、アラーウッディーン・ハルジー、アラド、ジーン・コルジー1266年もしくは1267年1316年1月2日は、北、インドを支配した、デリー・スルタン長の一つである、ハジー・アサの、第三代スルターン、二代目とも数えられる、在位1296年1316年。 モンゴル帝国によるインド侵入を五度にわたって撃退し、自らを第二のアレクサンドロス大王、スイカンダルサーアーと称した。南インドに初めてイスラム勢力を拡大し、インド南部におけるイスラム教信仰の基盤を築いた。デリー・スルタン朝をインドトルコ人国家からインドイコールムスリム帝国へ方向づけ、デリー・スルタン朝のインド化を進めた人物と評価されている。 アラーウッティーン・ムハンマドシャーの名でも知られる。奴隷王朝に加わったトゥルク系部族集団ハルジー族の出身で、奴隷王朝を滅ぼして、ハルジー城を開いたジャラールッティーン・ハルジーの意にあたり、娘婿でもあった。1292年に秘沃など城と、高級織物の生産地である、デリー東部の都市カラーとその一帯の知事に任ぜられた。彼とジャラールッティーンの関係については、 トゥグルク朝に仕官した経験もあるイブンバットータが大旅行機で言及している。アラーウッディーンとジャラールッディーンの娘の夫婦仲は悪く、そのためにリフであるジャラールッディーンとの関係もこじれたものになったとバットータは説明している。彼はジャラールッディーンの寛容な施策に不満を持つ将校たちの支持を得るため、ジャラールッディーンの許可を得て1294年よりイスラム王朝の軍隊として 初めてビンディア山脈を越えて、デカン高原に南進し、デカンのヒンドゥー峡国ヤーダバ町を攻撃した。1296年にヤーダバ町の首都でギり、現在のダウラダーバードを占領し、17,250ポンドの金、200ポンドの真珠、28,250ポンドの銀を、戦利品として手に入れるが、デリースルタン町の慣例に反してこの時に得た。 膨大な戦利品をジャラールティーンに献上せず、自軍の軍備に当てた。同年に、自分の陣営を訪れたジャラールティーンを暗殺し、ジャラールティーン殺害に協力した部下にはあらかじめ、約束しておいた報奨を与え、3ヶ月かけてゆっくりとデリーへと進軍した。一方、ジャラールティーン暗殺の報告が届いたデリーでは、ジャラールティーンのヒマリカイジャハーンが彼女の子、ルクンウッティーンを、 スルターンに擁立していた。アラーウッディーンは、デリーに向かう道中で、デカン遠征で得た、戦利品で兵士を重宝し、沿道の住民には、金銀貨をばらまいて人気取りを図るとともに、デリーのマリカイジャハーンの支持者を買収て彼らの寝返りを待った。デリーの貴族と軍人のほとんどが、アラーウッディーンの支持に回ると、デリーに入場し、ルクンウッディーンを盲目に、 マリカイジャハーンを居住に軟禁した上で、スルターンに即位した。知性の初期より、チャガタイハン国のハンドゥアの軍が頻繁に北インドに侵入し、デリーは二度陥落の危険にさらされた。1298年のモンゴル軍侵入の撃退に、成功して威信が大いに高まったことを利用し、かつて買収でジャラールッティーン側から寝返ったデリーの貴族を粛清した。 1299年から1300年にかけてのモンゴル軍の侵入では、ドゥアノコでアルクトゥルグ法者の率いる20万の軍がデリー近郊にまで迫るが、アラーウッディーン自らが指揮する軍隊の奮戦によってデリー近郊で撃退した。1302年の冬にアラーウッディーンがランタンボールに遠征していた時、12万のモンゴル軍が北インドに侵入し、デリーに包囲を敷いた。 デリーへの交通路は、モンゴル軍に遮断されていたために援軍と食料の供給は断たれ、帰国したアラー・ウーティーンは、デリーに入場できずにやむなく、デリー東北の水利に拠点移した。しかし、小銭合いが繰り返された2ヶ月後に、モンゴル軍は、包囲を解いて、突如撤退した。イギリスの研究者は撤退の理由について、街道中心とした同盟の崩壊と、 崩壊に伴う中央アジア方面の正常の変化が背景にあると考察した。1310年から1311年にかけて、イルハン朝のハンオルジェイトより降伏を勧告する施設団が送られるが、アラーウッティーンは要求を入れず、18人の施設団全員を像に踏み殺させた。また、将軍のガーズ・イー・マリク、後のトゥグルク朝の創始者ギャース・ティーン・トゥグルクを、 アフガニスタンの山岳地帯に駐留させ、インド北部への侵入を繰り返すモンゴル軍を撃退させて、インド北部の草原地帯の安全を確保した。こうして、ハルジー町の軍隊は、モンゴル軍との戦いで勝利を重ね、ハルジー町、トゥグルク町に出資した歴史家、バラニーの言うところでは、という、ハルジー町がモンゴル軍に対して優位に立つ戦況になった。 1299年には、グジャラートのバーゲーラー朝・アサ、コーキチャールキア・朝サの後継国家にムルターンの、ウルグハーンとデリーのヌスラト・ハーンを派遣し、国王カルナ2世の軍をアーシャパッディ、現在のアフマダーバード近郊で破り、首都アナヒラパータカを攻略した。アラーウッディーンは、征服地に長官を置かず、またバーゲーラー・アサと親中関係を結ぶこともなく、 軍隊をデリーに引き上げさせたために、カルナ二世が従来通り、グジャラートを統治するが、カルナ二世と婚姻関係を築いた後に、彼が無本を企んでる情報が入ると、1304年に、再びグジャラートに軍を進め、バーゲーラー朝を滅ぼした。1299年のグジャラート遠征の基とで、戦利品の分配に不満を持ったハルジー町内のイスラム教に改修した、モンゴル人。 新ムスリムが近郊で反乱を起こし、彼らから助けを求められたランタンボールのチャウハーン長が反乱者を保護する事件が起きる。この事件がきっかけとなってウルグハーン、ヌスラトハーンが率いる一万の軍隊をランタンルへ派遣し、ヒンドワートでランタンボール軍を撃破する。ハルジー・アサガは反乱者の処刑と高能品を要求するがランタンボールの王。 ハンミイラは、要求を拒絶し、ランタンボール上塞に牢上した。氷牢攻めの末に、ハンミイラは、突撃を観光して、部下と共に戦死し、ランタンボールの内通者を主人を裏切った者は、信用できないとして処刑。ランタンボールを、ウルグハーンの統治下に置いた。また、アラアウッディーンは、反乱に直面して、治安維持を名目に、デリーの郊外に居住する反乱者の子を虐殺し、 最上とレーとした。この行為について、宮廷の歴史家バラニーは男たちの罪を彼らの祭祀に負わせる前例はないと、虐殺を批判する記述を残した。1303年にメーワールを支配するグヒラーサの王がこもる、チットール城塞を陥落させ、1299年のシンムスリムの反乱で、反乱軍を支援したジャーロールのチャウハーン長。 ソーニー・イーグラー長へもハルジアサの軍隊が送られた。1305年にジャーロール城塞を放置した後、アラー・ウッディーンは、長交条件として、ジャーロールをカーン・ハダ・デーバを許し、カーン・ハダ・デーバは、ハルジー長の呼びかけを応じて、デリーの宮廷を訪れたが、カーン・ハダ・デーバ親子は、デリーに人質を置くことを拒んで、ジャーロール城塞に立てこもり、再び、ハルジー長に敵対した。 1308年にアラー・ウッディーン率いる軍は、チワーナー城塞を攻略し、各地で、ジャーロール軍と交戦した後、ジャーロール城塞を包囲しての兵糧攻めを行った。ジャーロール軍は、都市の富裕商人から、食料の供給を受けて奮戦するが、1311年に、ジャーロールの内通者の手引きによって、ハルジー軍は、城塞の中に入り、木内のカーンハダデーバと、一族と、家臣。 フジョ氏が戦死した末に、ジャーロールは、ハルジー城の支配下に収まった。モンゴル軍の侵入は1308年の攻撃をもって一旦収束し、ラージャスターンのラージプート国家の征服事業も1308年までには、ジャーロールを残して、ほぼ完了していた。かつて侵入させた、ヤーダバ長が功能を拒むと、1307年に、 ヒンドゥー教徒から回収した解放奴隷、マリク・カーフールに軍を預けて、ヤーダバ町に向かわせ、王のラーマ・チャンドラを捕らえて、デリーへ連行した。アラー・ウッディーンは、デリーに送られたラーマ・チャンドラを丁重に扱い、彼に金品とグジャラート地方に領地を与え、婚姻関係を結んだ上で同盟を結んだ。カーフールは、ヤーダバ町を、 デカン高原のヒンドゥー教国遠征の拠点として、1309年頃に、マディアプラデーシュ北部のチャンデイラ朝サを滅ぼし、1310年には、カーカティーヤ朝サの首都アランガルを陥落させ、翌1311年に遥か南方のホイサラ朝サの首都、ドゥバーラサムドラを攻略し、ホイサラ王バンラーラ三世をデリーまで連行している。 1310年から1311年にかけて、カーフールの軍隊は、パーンディアーザが支配するマーバールをも攻撃して、首都マドライを略奪、破壊し、彼らはインドア大陸南端のコモリン岬にまで、達した。バラニーは、この遠征で得られた、戦利品について、612頭の像、多量の金と宝石類、2万頭の馬を持って、翌1311年初頭に、 デリーに帰還したと伝える。このハルジー町の南方遠征の主目的は、在下の獲得にあり、永続的な支配を意図したものではなかった。従属させた国家には、デリーへの効能を拒む者も,も多く、ヤーダバ町もラーマチャンドラが没した後には、ハルジー町との従属関係を断ち切り、反乱が起こるたびにカーフールの率いる軍隊が派遣された。 アルジーチの遠征を受けて弱体化したデカンと南インドに拡挙していた小王朝はアラーウッディーンの没後のデリー・スルタナ朝、あるいはビジャやナガル王国によって次々に滅ぼされる。晩年のアラーウッディーンは社事に溺れて健康を害し、また宮廷ではマリック・カーフールの影響力が増していった。彼はカーフールの意見を入れて聖治を宮廷から追放。 木の兄弟を処刑し、自身の息子で後継者としていたヒズルハーン王も投獄する。1316年1月2日に水種にかかって病没するが、国内ではカーフールによって彼の死期が早まったと噂された。アラアウッディーンは軍事と税制の改革に着手し、その政策は都市と農村の双方に影響を及ぼした。人事面ではインドムスリム、 ヒンドゥー教からの回収者を積極的に登用し、奴隷王朝のスルターン・イルトゥ・トゥミシュと同様に、イスラム神学者、ブラマーの政治への影響力を総ごうと見た。彼が打ち出した政策には実施されずに終わったものも多いが、中には後の時代になって施行されたものもある。アラーウッティーンは相次ぐ反乱にあたって、抵抗する勢力の察知と反乱の防止のために、 国内に秘密警察をくまなく張り巡らせ、力によって反対勢力を抑えつけようとした。貴族、高官から庶民まで、行動や日常生活が彼の敷いた監視網のもとに置かれたのである。貴族間の結婚は、アラーウッディーンの許可なくして行うことはできず、貴族の私有財産も削減された。宴会は陰謀が交わされる場だとして禁止され、宴会に欠かせない。 飲酒、種類の製造と販売も禁止されたが、禁酒令は徹底できず、自分で飲むための酒を個人で製造することは認めざるを得なかった。役人には民衆に富と時間的余裕が残らないよう厳しい調税を行うことが命じられ、この命令には時間的余裕がなくなれば、犯行や反乱を考えるほどの余裕もなくなるという意図があった。 インドで最初となる事前の測量に基づいて、収穫口の半分を税とする高素徴収、兵糧の一つである牛乳を確保するための、牧草地への課税、徴税の過程で国家と農民の中間に立つ、世襲的な在地支配者層排除しての直接徴税、在地支配者層の免税特権の廃止を実施した。実施の程度と施行された地域に限りはあったものの、彼の知性に確立された。 朝税制度は、後の時代に建国された、スール朝、ムガル帝国で導入された、朝税制度の基礎となった。アラー・ウッディーン地下の北、インドにおいて最も重い税が課せられたのは、ヒンドゥー教徒であり、彼らは、重税以外に、武器の所持、機乗、射死にも厳しい制限が課される過烈な処遇を受けた。ただ、ヒンドゥー教徒への課税は、迫害を目的としたものではなく、 税収の確立が目的であったと思われる。厳しい徴税はイスラム教徒にも課され、宗教家や功労者に与えられていた土地は、接収差、年金も停止された。度重なるモンゴル軍の侵攻を撃退するため、アラーウッディーンは、取り出の修復と並行して強力な軍隊を作り出そうと軍政の改革に着手した。デリースルタン長の君主として、 初めて常備軍を設置、常備軍の増強のため軍事組織の再編、兵の名簿の作成、土地の給付に代わる、給与の現金支給を実施し、軍馬要求の際の不正を一掃するために、騎兵隊の馬に烙印を押す、ダーグ制度を導入した。47万5千に上る、数の騎兵、騎兵以外に存在したと思われる不評を維持するための、国家負担は非常に重く、 農民への課税額は限度まで引き上げられて、増税の余地はなかった。アラーウッティーンは膨大な数の軍隊を維持するために、軍費と給与を抑える、様々な方策を考案し、特に物価の統制に着目した。政府によって、日用品、米、小麦、豆、砂糖、生成されたバター油、食用油など、から高価な商品、輸入布地、馬、家畜、 奴隷などに至る物価は低く抑えられ、市民と都市部の軍隊が必要とする穀物については、密かに蓄えることを禁じ、基金に備えて、国の国葬に貯蔵された。物資の流通の円滑化、工程価格と利潤率の調整、取引業者の登録を実施し、不法な小取引は、もちろんのこと、物資の売り惜しみにも罰則が設けられた。イブンマトゥータの 大旅行機でもアラーウッディーンの地下で行われた肉類、穀物、衣服の価格調整に触れられており、牛肉にかけられた税の撤廃、国の国葬に貯蔵された穀物の解放などによって物価を抑制していたことが述べられている。基金に見舞われた時にも食料品の値上げは許されず、バラニーはハルジー浄下の穀物価格が安定していたことを称賛した。 市場の規則を破った者には厳しい罰則が加えられ、目方の不足に違反した商人は不足分の分量に相当する部位を体から切り取られたという。また、価格統制のために、デリーには穀物、高級布地、最後に馬や家畜や奴隷を扱う三つの市場が設置され、これらの市場の管理は監督官、シャーフナーイエマンディを通して行われたが、 一連の政策は全国的に行われたわけではなく、政策の実行力があったのはデリーとその周辺及び地方の一部の都市のみであったと考えられている。物価の統制と南インドで得た戦利品によって国庫は潤い、文化事業と建築事業に投資を行う余裕もできた。イラク、中央アジア方面から流入した学者文人は手厚く保護され、 またアラー、ラウッティーンは7万人に上る建築職人と石膏を用していた。彼は、デリーに豪華絢爛なジャマーアートハーナモスクを建て、アイバクが建造した、クワットルイスラームモスククトゥブモスクを、元の11倍の広さに拡張し、クトゥブへの入り口に、アラーイ・ダルワーザという門を建てた。また、クトゥブモスクの境内に高さ150メートルに達する、 アラーイーミナルの建造を企画したが未完に終わり、今日では、基部だけが残る。彼の保護を受けていた、学者文人の中で著名な人物として、詩人アミール・ホスローが挙げられる。ランタンボール遠征に随行したアミール・ホスローは、ランタンボール上塞をめぐる、攻防戦を鮮烈な描写で記した。彼は、第二のアレクサンドロス、スイカンダル・サーニーを自称し、 礼拝の際のふとで自らを第二のアレクサンドロスと呼ばせ、その名を刻ませた貨幣を鋳造した。しかし、側近にいめられて、過度の自己賛美は行わなくなった。1299年から1300年にかけての冬、デリー近郊のティルパトの平原で、老いのスライマーンシャーアーカとハーンが、アラーウッディーンの暗殺を企てる事件が起きた。アラーウッィーンは、 狩りの途中で、食事の時に、馬から降りようとした時に、スライマーンシャーにいられて、意識を失い、あわや落命の危機にあう。それ以来金曜の礼拝や、祭礼の時でも、彼は決して馬に乗ろうとしなかったという。この事件は、バラニー、バダウニーラデリディーする単調の歴史家の著書以外に、イブン・マトゥータの大旅行記においても記されている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。